令和5年度未来高等学校川原調理専門学校高等課程の入学式が13日松山市民会館中ホールで開催されました。未来高等学校は学校法人川原学園が運営する広域通信制の高等学校で、県外にも学習センターが設置されています。今年度は未来高等学校松山本校および県外学習センター547名と川原調理専門学校高等課程14名の入学が許可されました。未来高等学校松山本校90名、県外学習センター457名、川原調理専門学校高等課程14名の入学生の皆さん、ご入学おめでとうございます。新たな飛躍の時を迎えられた皆さん、教職員一同心から歓迎の意とお祝いを申し上げます。皆さんは通信制の未来高等学校へ入学されました。全国には300万人を超える高校生がいますが、その15人に1人が通信制の高校生です。そしてこの割合は年々高くなり続けています。通信制の特徴は何かといえば、学校で受ける授業の時間数が少ないということです。その分、自分で自由に使える時間はたっぷりあります。この時間を使って中学校までの学習内容で理解できていないところを学び直したり、大学進学を目指してレベルの高い学習に取り組んだりしてください。新入生の皆さん、この度はご入学おめでとうございます。在校生一同心より歓迎申し上げます。未来高校では通信制の良さを生かして、さまざまな通学日数のコースがあり、それぞれに特色があります。川原調理専門学校ではプロの先生方から和洋中聖歌について本格的に学ぶことができます。これから先、皆さんは勉強に行き詰まったり、日々の生活に悩んだりすることがあると思います。そんな時は一人で抱え込まずに、周りの先生方やクラスの仲間に相談してみてください。レディ。暖かな春の訪れとともに、私たちは今日入学の日を迎えました。本日は私たち新入生のためにこのような盛大な入学式を挙行していただき、誠にありがとうございます。校長先生をはじめ諸先生方並びに来賓の皆様にも心よりお礼申し上げます。不安もありますが、それ以上にこれから先の高校生活に対する期待もたくさんあります。新しい環境の中でも目標に向けて自分の力で積極的に頑張っていきたいです。これから始まる新しい生活に期待と少しの不安を感じながらこの場に立っています。川原調理専門学校高等課程では、高校卒業とともに調理師免許をはじめとして正解衛生士や食育インストラクターなどの資格が取れる道が用意されています。恵まれた環境に感謝すると同時に、自覚を持ち気を引き締めて取り組む必要があると思っています。令和5年4月13日未来高等学校新入生代表中谷空、川原調理専門学校高等課程新入生代表小野正人。学校法人将来の夢に向けてそれぞれの学園生活がスタートしました。調理専門学校